上の目標として目指せ10匹。何海眺めてんの？現実逃避。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月23日土曜日の午後2時29分です。本日は夕方6時まで広場で今シーズン2回目の虫捕り大会が開催されています。今シーズン2回目やって、私は初それでは本日も良い一日をお過ごしください。よし、ってことで虫捕り大会だな。頑張ってこう。とりあえずレックスね、ちょっと虫取り網どこ間違えた虫取り網かと思ったら、よしよし。あ、一応ねこれ虫取り大会でゲットしたやつよね、この服は。え、私今日始まりの挨拶したっけもうすでにその記憶がないけど、まあ大丈夫よね。やっていきます。叩きよった。あ、叩いた。違うんだ、話しかけたかったんだ。いや、虫捕り大会開催中だぞ。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い楽しみすぎる。虫捕り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。魚に比べたらね、てか時間的にもあれよね、あの魚の場合ってなんかタラタラに引き寄る時間とかがあるけど、これはすぐにポッて捕まえれるけん。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえると、たまったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。要は網1本さえあれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。ってことで虫捕り大会に参加するかい？今日初めての人は参加費無料だとします。お、そうかい、歓迎するぞ。それじゃ今から3分測るからな。どんな虫でもいいからとにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。でも今のところ虫をどこでも見かけていない気がするんだ、気のせいかなよし、さきてきてきた。お、あそこに。え、これもあれよね、あの魚と同じで引き数よね、大きさじゃなくて。待って、このあれあれか。え、ちょっとね、一人でいろいろと思いよるけど、魚釣りの時ってさ、その魚を引き寄る時間とかが無駄やなって思いよったけど、あれか、ててーんって。はあ、ごめんね、逃がしちったわててーんって見せよる時間もさらにプラスであったんか、魚の時。マジか。いや、今ね、めっちゃそういえば虫でもててーんって見せる時間で短くなるわって思いよったけど、え、ってか全然なくない？え、待って、虫おらんすぎじゃない？もう1分経過しようとしようやけど、1匹しか捕まえてないやつし。いつも思うんやけどさ、大会始まったらめっちゃ虫少なくなるよね。何、嫌がらせなんか大会の空気を察知してどっか行きよる。あ、あそこにセミ。待って、めっちゃ行きたいけど花も散らしたくないんですよね。お、なんか今おったよね、大カバマダラ的なの。おらんか、とあい、よったー、ミイラタテハやった。全然大カバマダラじゃないわ。大カバマダラってどんなんやった？オレンジのやつか。ふ、ちょっとそこの、あれ、セミはあっち側やったっけ。え、さっきおったよね。え、いないんですけど、捕まえた？ちょっとやめてよみんな頑張って参加しとんやろうけど、え、マジでさ、え、ギリ3匹しかおらんねえけど。アゲハばっかり、アゲハばっかり見かけるぞ。てかあれやね、蝶ばっかりなんですけど。おお、あー逃がしてしまった、くそ。もうちょっと遠かったらあれやったんやけど。えー、いない、いないよ。あ、ん、今バッタもおったね。
待って、え、おさいさんどうしたの、あ、もしかして捕まえようとしよった、待って、30秒切った、ちょ、さっきのバッター、よし、いいぞいいぞ、少量バッター、あとはあとは、あーいねー、あっ、びっくりした、モンシロチョウかと思ったのにマミーさんの足やった、はあ、今のはカマキリやね、くっそ、6匹とかめちゃくちゃ少なくない、いや、どうだった、虫たちの息吹は感じられたかな、チャレンジ中、君が捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入ってるから確認しておいてくれ、あ、いらなかったらもちろん全部俺が買い取らせてもらうから、その時はぜひ声をかけてくれ、でもまずは結果を発表しとかなきゃな、ふんふん、虫かごに入った虫の数は全部で6匹、ん、3匹以上だからボーナス発生だ、すごいじゃないか、全部で8ポイント獲得だ、ってことは、あ、これまでに虫取り大会で獲得したポイントの合計が300ポイント台に到達したね、おお、そんなに、いや、まあ少ないんやろうけどたくさん参加してくれてありがとう、後で記念品を送っておくよ、おお、マジでそんなんもあるんやね、ま、それとは別に獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に貯まっていくぞ、ポイントが貯まれば俺が選んだ虫グッズと交換できるんだが、まあ詳しいことは後で聞いてくれ、お、トンボが今飛び寄った、ね、もう一回参加する、虫かごを確認してないけど後からでいいんじゃないかな、全部買い取って、うう、ね、そこのトンボを捕まえたいんですよね、あー、めっちゃ、はい、売りますはい、一旦空っぽにせんかったら受け付けてくれんのよね、まあ、確かにリアルでも継ぎ足し継ぎ足しじゃねえ、わからんなりそうやけど、500ベル、はい、全然大丈夫です、さっき500ベルどころじゃない儲けたけん、よし、おお、ほらほらほら、大会終わったら虫が増えるんやって、これ今唐突に虫消えたりせん大丈夫、はっ、シャキーン、青筋アゲハね、さっきその辺飛び寄ったトンボはね、トンボはもしかして捕まえた、く、目の前で捕まえるところは全然見れんくせにさ気づいたらなんか虫おらんくなったんよね、絶対捕まえるやろ、んー、とりあえず6匹は超えたいよね、さっきの、あ、これはもう多分あっという間に超えるわだってもうすでに30秒ほどで3匹捕まえとるけん余裕っすね、今回は、じゃあ、え、どうしよっかな、とりあえず目指せ10匹ってことにしとこう、うんうん、とりあえずね、もっといってもいいけど、え、てか間違いなくさっきより虫増えたよね、よしよし、4、あ、これこのハムシやろ、よしよし、ほら、こんなんまで増えて、あれ、今バッタおらんかった、木の枝かめっちゃバッタ飛び寄る気がしたんやけど、気のせいか、くっそ、大会ともなるとそんな幻を見るように、ん、今あっちの方に虫がおった気がする、うっ、ほら、そこ飛び寄る、飛んでる飛んでる、あ、ほらほらほら、2匹2匹待って、とりあえず1匹やろ、でもなんか結構10匹無理な気がしてきたな、いけるか、いや、いけるか、7、一応の目標として目指せ10匹、何海眺めてんの、現実逃避今回釣り大会じゃないっすよ、え、いねえな、減った、いないんですけど、そろそろもう一回ちょっとな、何構えてんの、怖っ自分のところに報告に来るやつらをちょっと、あっ、よいしょー、はい、8匹、えー、あの、やっぱり無理な気がするねえ、おっと、あそこからセミー、いけ、あー、
な、いけるかな、見つけれたらいけるね。いますかね。あ、おらんわ。これはちょっと待って、今おったことない。あ、それ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 。あ、ギリギリめっちゃギリギリ。はあ、よかった。ちょっと今のさ、にじり寄っていくので時間取られすぎて無理かと思った。ふう、セーフセーフ。でも結構ギリギリやったね、10匹。もうちょっと余裕でいけるかと思ったけど。ほら、大会終わったにわらわら出てくるよね。くっそ。そう、これで、今なんかめちゃくちゃなんか動こうとしよったよね。はい、全部売ります。そしてポイントを交換します。はい、全部で10匹。3匹以上だからボーナス発生。12ポイント。OKOK。さあ。はい、カゴの中身を売らせてください。話しかけたらいいか。だってさっきさ、めちゃくちゃ少なくて。え、何匹あったさっき ?6 匹そんなにいったっけはい、全部買い取って。これ1万を超えるよね。え、超えねえ。どうい、え、さっきなんかめっちゃ、え、めっちゃ高い虫おった？ミイロタテハかな。めちゃくちゃ安くて今びっくりしている。だってさっき7000円超えやったやん。7000ベル。超えやったやん。ミイロタテハが高かったってことかな。他のこと。ね、ポイント交換をしてください。君の今のポイント数は257ポイントか、うん、10ポイント使って商品と交換だ。なんだろうか。ありがたい虫かごだ。まだ247ポイント残ってるけど商品と交換する。これまとめてっていう選択肢も欲しいよね。うん、10ポイント使って商品と交換だな。リュック、蝶々のバッグだ。蝶々のバッグは持ってないんかな。え、あれ、ショルダー系。これはラグ、テントウムシのラグは持ってたんかな。もうなんかいまいち覚えてない、把握できてない。靴とかないんかな。スパイダーなドアプレート、やだな。しかもめちゃくちゃ嫌いなんよね。え、でもまああれか、かっこいい感じにデフォルトされとるかな。クモの巣、一応一回ドアプレートつけたい。一回、今多分魚のドアプレートみたいなのつけとるよね。おもちゃのムカデ絶対嫌なんやけど。ムカデって嫌よね。なんかさ、めちゃくちゃちっちゃいムカデみたいなのおったりすることない？私、すべてを、ちっちゃいムカデみたいなやつって表現しようんやけど、多分別の名前があるんよね。え、今何ゲットした？全然把握できてないんやけど。虫のステッキ。なんか私、めちゃくちゃ貯めとったんやね。なんでやろ？なんで交換しなかったんやろ？また虫のステッキやん。ちょ、なんか、ダブリ交換してくれるみたいなのないかな。え、めっちゃダブリやん。どんだけ虫のステッキ。もしかしてもう、すべて出し切ったとかじゃないよね。ああ、びっくりした。もう一回来たかと思った一瞬。クモの巣。もうあれかな、ほとんど交換したんかな、全部。全何種類みたいなの教えてくれんかな。スパイダーのドアプレート。もうほら、めちゃくちゃ被りまくりよる。とりあえずいいや。とりあえずよくて、あ、めっちゃギリギリやんね。持ち物まで。あ、虫かごって持てるん？マジで？身につける。あ、なるほどね。あ、めっちゃいいやん。小学生の頃思い出すね。こういうの持っとったもん。さあ、これで、あと、クモの、スパイダーのドアプレートやったっけ？今、お魚なんよね、私。
スパイダーのドアプレート、じゃん。あー、なんか思っとった感じとは全然違うね。私あの全体が雲の形になったんかと思ったけど、全体は雲のすか。まあ、ただ全く似合わんけどね。ウェルカム。とりあえずお魚に戻そうっと。圧倒的にこれが可愛いよ。あとなんかすごく桜ももこみを感じる。わかる？あのシーチキンのやつ、あの話結構好きなんよね。あ、待って、道しるべを。ふぅ。で、私はちょっと、はい、掘り起こしたかったのよ。ベンハニーは。どんな感じかな？ベンハニーは。こんな感じ。かわいい。今のところ被りもなしで。よいしょ。こんな感じです。かわいいね。ただ別に何も、常になんか声を発しよるけん、触ったけん何かっていうことは全くないね。こんな感じ。4体目ゲット。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ふぅ、なんかかぶりがだいぶ増えてきたけん、あの虫捕り大会の景品が、もしかしてもう一周したんかな。なんか残りどれぐらいかとか見えたらいいのね。見える？